おはようございます。おはようございます。ご分蔵シップでございます。ヤンマです。今回ですね、はい、近畿選手権というのが、大阪のエディオンアリーナ予選ですね、はい、はい、ございまして、ございまして、最初からやるんで、そのパンダのことをしゃべってたので、まあそこでまあ試合に出ると、そうですね、いう感じですね、はい。まあ、その動画が上がるか上がらないかはもうちょっとまだ分からないんですが、一つとやりたいなと思って、お、やっぱなラバー調査ってしなあかんと。久しぶりやない、うん、あの大体ショップさんから聞いたりはするやんか、ラバーこれが多いよとか、あの売れてるんですか売れてないんですかとか聞けた。実際にじゃあ使ってる人、中高生、まあ、大学生もいてるから社会人もいてる、もうみんなにある程度聞いてってこのランキング決めようと。あ、1位から5位みたいな、はいはい、もうゴブリンズランキング、そう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 、これ一番使われてますよみたいなランキングってやっぱりもう生の声やから、間違いない、そう、これをまあ節度守ってね、いろいろこう聞いてって、で後々こうランキングで出すよみたいな動画をちょっと出そうかなと思って、まあまあみんな答えてくれると思うし、俺のこと嫌いじゃなかったら、うん、あれにあるからな、まあまあまあ、うん、前にかな、いや、まあ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 、まあ聞いてって、はい、いろんな人ね、いてるから、はい、何が1位と思う？何が1位？まあ普通に考えたら G1 やわな、 G1 やな、 G1 と、まあ手なじ入ってくるから、うん、まあ今やったらディグも環境的には全然この感じやったら入ってくるんちゃうかな、うん、中高大とか入ってくると、入ってくると思う。ちなみに何使われてますか？両面ラクザ Z のエクストラハード。いや、現状1位2枚やから暫定1位です、はい。まあ、ちょっと聞いてって、まあ、動画撮れるところは今撮るけど、まあ、基本撮られへんから、まあ、後々最後発表していくみたいな感じにしていきたいなと思いますので、ご視聴の方もよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、行くか。どうは、あ、すいません、今ラバー、ラバーって今何使われてますか？リグ0580。あ、リグ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 、あ、ありがとうございます。持ってるっすね。え、持ってるっすね。いや、寿命長いんで。あ、なるほど。雰囲気が長い。ということでね、リグ2枚今ゲットしたんで、2種類、うん、05と80、うん、こんな感じでちょっと聞いていくみたいな感じですね。ちょっとアバウトなんですけど、じゃあ、あえて1個聞いたらな、めっちゃおもろかったね、クソ早いあえて聞いたらな、やっぱりリグ05と80やんか、理由があるの、寿命長いんで。今の、そうそう、大阪の人はみんな寿命言ってくれんねん。聞いてる、聞いてる、聞いてるよ。やばい、やばい、超おもろい。いくん怖い言うてた。途中経過デデン、1位がね、 G1 圧倒的、一応30人ちょいぐらい、うん、今ね30人ぐらい聞いて、ファスタークシリーズは強い、 G1、C1 とか、うん、組み合わせがやっぱ多い、ほんまに強いあるな、うん、でも今な、知り合いばっかり行ってるから、全然知らん子行って、うん、知らん子行ってどうなるみたいな、で聞いた年齢層で言ったら、まあほんま幅広いですよ、もう下は15歳ぐらいからでしょ、よう言うとったよ、あ、一桁の子ぐらい、7歳ぐらいの子、よう言ったら萎縮しとった、7歳ぐらいで、上はもう70歳ぐらいまでな、一応聞いたから、まあそれでも G1 がやっぱ強い、マオも聞いとったでしょ、いっぱい聞いてたっす、どうやったの、その動画上がってるかもしれない、うん、上がってるぞ、どうやっぱ G1、C1 が多いですね、あ、そうなんや、組み合わせとしては、上宮高校のことを初めて話して緊張した、いや緊張したっす、上宮高校と大阪桐蔭どっちが緊張した？上宮です。絶対的王者。出していいかな？いや、このコメント。名前ぐらい出していいよ。誰に聞いたか言ってないんだから。今からちょっとあと100人ぐらい聞いて。70。あと70人ぐらい頑張って聞いて。おるかな？おるおる、はい、うん。70は軽くおるから、あとは俺らの気持ちで。そう、どれだけいけるか。またやってんで。いいだ、いいだ、泣いてるすぎです。両片方は両面 G1、 もう片方は G1 とスペクトル、あ、多いな、 G1 多いですね、な、
今はどんな感じですか？今はね、あれからね、10人ぐらい聞いて、はい、まあまあ、変わらずでね、G1 圧倒的に G1、C1 が多い、やっぱり、うん、スタークシリーズ。いろんなところのレベルに聞いてるから、ね、もちろんその強い高校とかもそうやしね、はいはいはい、G1 が強い、勝たれへん、あの他のラバーテナジーもっと多いんかな、全然おらんしな、まあ、出てけへんラバーはとことん出てけへんな、まあ、もうやっぱ2回によったってなってる なってるから。あと1個思うが、マックス出たよ、うん、質上がっていっちゃうかなって思う、G1 の。あ、そうなんかな、ちょっと分かれへん。改めて開発する側が見直したかもしれない、その説もあるんちゃうかな。しても多いわ、多いな、多すぎるわ。まあ今からあと40人ぐらい、もうちょっと4、50聞いていくから、マオがマオがよっしゃ、間違えない聞いていくから、まあちょっと途中経過また頼んで、よろしくお願いします。はい、お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。シャー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。で、何人ぐらいしました調査？ね、100 100? うん、約100人、約な、約やんな約100人、まあ、約100人やった結果、第3位から1位まで順に、うん、はい、3、2、1と発表お願いします。これは超意外やったね、結果的には。はい、じゃあ第3位。はい、第3位はテナジー05です。おお、やっぱそうなんか、やっぱ売上ランキングにも入ってる通りやね、うんうん、まんま。まあ、今回その聞いたもな、やっぱりこの近畿選手権 の予選やんか、予選と多分本戦って多分使ってるラバーって違うかもしれない、うん、もしかしたらオープン戦でも違うと思うし、多分いっぱい違うんよ、まあ、その中でってことやから。そうですね、うん、第2位。第2位がパスターク、お C1 です。おお、これめちゃめちゃ多かった。いや、俺も聞いてて G1、C1、フォア G1、バック C1 ですっていうパターンをめっちゃ多かった、うん、めっちゃ多かった。しかもな、あの C1 ってこう、なんていうの、ほんま中級者の人が使うんかなと思ったら、そうじゃないよ、上級者と人も全然な、結構の強豪校の子とかバックに使ってる子が多かった。なんか入るっていうので、うん、やっぱり人気なのかな、うんうんうん、結構多かったよね。多かったですね、今日、ようファスターク聞いたわ。だからこいつらにはもうファスタークって言っとこうぜみたいな、なんかあるんかなと思ったもん。逆にファスタークですかみたいな、うん、あった聞き方な、うん、第1位はファスタック G1 です。お、意外意外なん意外やな、圧倒的やった。もうな、聞きたなかった人にぶち抜いてたもんな。もう嫌やった。あ、すいません、ラバー何使ったらファスタック、あ、G1 すか、しますか、あってっていうのがもう5連チャンぐらい続いて、もう無理やなってなって、逆に G1 ですかっていう聞き方せなあかんもんな。そうやね、すごいね、ほんまにファスタック、圧倒的でしたね。まあ、俺らもな、最近その知らしてマックスがいいよとかな言ってたけど、まあ、こんなに試合で使われてると思わんかったな。いや、ちょっと意外ですね、うん、まあなんとも言えんのよね、ファスタークってな。でもマックス出たじゃないですか、あの、うん、さらに売り上げ上がるんちゃうかと思ってる。いや、まあ上がるとは思うけどさ、そら新田さん新しいラバ出せへんわな。 G1 が売れ続けてねえもん、うん、だから出せば出すほど失敗していってるやん、うん、失敗言うてもったけどまあまあまあ、まあヒットしてないわけやん。ゼーガーがトレンド乗っかったけどちゃうなってなったわけやし、あ、まあ勝利はしてないわね決して。勝利者ってのはやっぱり G1 かな。 G1 が勝利してモテるからな。みんな似てるんよね、弾道って。やっぱ試合ずっと見とってな、やっぱみんな似てる、うん、弾道が、うん、でもこの上行ったらまだ違うんよね。だから、あの、もっとトリプルとかも出てくるやろうし、本戦行ってもう一回やりたい。これだ、テナジーディグがめっちゃおるかもしれんし、多分 そこがめっちゃ増えると思うねんな、本戦行くと。そうそう、今回その代打に聞いてるところ取ろうとかいうのはしてない、ちょっと申し訳ないけどね。そこは本来やったらこう代打に聞いてるところ取ったりとかすんねんけど、うん、あの、やっぱ試合してるから真剣勝負してるから、そこはやっぱ邪魔せんと。もうこれ男子も女子も聞いたから、まあまあ第1位はファスタック G1 ということで、なんだかな、気持ちよくない終わり方やななんだかなあ、でも解散だなっていう感じかな。なんでなんやろな。なんかでも他にもいろいろ出てるんで、これ癖強いなみたいなラバーなかった？癖強いやつ、ダーカー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 のクレアこれ認知度なかなか低いで、聞いたことない。
知らんかった。なかなかオタクじゃないと。あと多いんはやっぱり強評は多かったね。まあここ最近の、まあ、プランになって回転とかってなるとってやつだよね。今決定戦されてる方は多分大体テナジーとかテナジー、ディグ、まあまあ G1 もおるかもしれんし、ディグもちょろちょろおった。やっぱ球が違うんよ、質がな、うん、軌道が全然違うよね。 G1 っぽいのってやっぱり探さなあかんなってことで、まあ、G1 あれ回転あったら最強やねんけどな。あでも回転やったらあったらもうあれやろ、鈍感さがなくなんねやろ。シンプルに強評みたいな変化、同じ振りやのに回転少なかったりとかっていう、まあ、そこが難しいよな。まああれがいいっていう人もとことんいいからさ、まあ、俺らはいいとは言ったけど、じゃあ実際に試合連れていくんかって言ったら、うんっていう感じでした。 G1 はチップがかなりなくなれば、結構チップしてる人少なかったと思うけど、まあ、全部は見てないけどな、うん、まあようラバー見てるな。もう多分やっぱ卓球界の一番のあるあるって失敗した後ラバー見るっていう、あれあるあるやわ。全員見とったわ間違いない。そのラバー見たかったもんな、何やってるんですね。まあ、まあ今回第1位ハッサム G1 ということで、はい、第2回またあのちょっとやろうよ、別の大会でね、そうそう、大きい大会でやったりとか、うん、まあ、例えばこの近畿選手権の本戦でやってみるとか、そうそう、うん、まあ、大阪オープンとかあるから、まあ、その時全国が集まったりとか、まあ、俺らに勇気があればねいけるから大丈夫、キットカットとか配ってるから。じゃあ大丈夫だ。まあそんな感じです、はい、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。人も数えたことあるんですよ、まあまあ、途中から分からんやつだから。でも大体シェイクが多いからさ、うん、ラバーの半分っていう認識、あとあれこの人聞いたっけみたいな。あれなくそうぜ。顔覚えよ。いや覚えられへんね、マスクあるから。いやマジでそれ、うん、顔覚えれんすね。なあ聞いたっけって言って、あさっき聞かれました誰に。俺聞いてるから分からへん、ね、でもうちしか聞いてないから。そうですね、そうやね、犯人がこの中にいてんね。だから聞いたら、あ、うち聞いてる、誰か聞いてる、大丈夫っていう認識で次開き直っていくしかないやろ。もうちょっとしっかり聞いてた方がいいな、これを改善していかなあかんし。そうですね、うん、いや、いろいろ勉強になったわ、はい。